邪魔よ。クソついてるよ、のどちゃん。白いんですね。で、あの中身をしかも侍従長が普段言ってる言葉がそのまま書かれてると言われてるんですね。つまり本当に陛下のお言葉かどうかという点についても大変疑義があるので、もう一度検証し直さないと言えないと思います。陛下のお言葉としては一番信頼できるのは、あの文藝春秋、春秋から出てるですね、陛下問題ある時にやっぱり陛下の行為として、やっぱり永久戦犯が間違われてる。だけどね、例えば陛下はね、8月15日のね、戦没者霊体、あれは永久戦犯も減ったことないよ。亡くなった方全部待ってるし、そこの、あの戦没者霊体には毎年ですね、お出になって、お言葉を述べられてるってことです。だからね、永久戦犯にそんなにこだわられてるかどうかってのは分からないですよ。でね、富吉さんも、あの昭和天皇が途中に買っていたんですよ。現に近衛さんが逃げ出したんですよ、途中でね、総理大臣。その時に、まあ、木野さんが言い出すんだけど、総理にしようと。それは言えないと言ったのは、昭和天皇。で、昭和天皇が木野氏に、補欠にいらずるんだ、こじを言えると。つまり、富吉が一番健康な、最も強固は陸軍大臣の東条しかね、この戦争は回避できない。反映するような状況、要するに国内みたいにちゃんとこう統治体制が届いているわけじゃないから、そういう話を持ち出すのは戦時国際法家でもです。その真理はさておき、かつてアメリカから日本への圧力を取れる要望が詳細に記された文書が存在したのは事実ではない。その文書を すごい、いくつになった。